幽霊、幽霊とは、幽霊というのは、小学館、日本大百科全書でも、平凡社、世界大百科事典でも、幽霊の項目に、日本の幽霊と西洋の幽霊が平地する形で、扱われている。このように、洋の東西を問わず、世界に広く類似の記載はあり、中世ヨーロッパにも中国にも、また、陸域のみならず世界の水域にもいるとする記述がある。 西洋でも日本同様に人間の肉体が死んでも魂が死なずに現世でうろついたり、家宝を守ったり、現世への未練から現世にとどまったりする話は多くあり、例が他人や動物に乗り移ることもあると言われる。幽霊は何かを告知したり要求するために出現するとされていた。しかし、次第に怨恨に基づく復讐や執着のために出現していると考えられるようになり、 幽霊は、生産なものという印象が強められていった。戦死には化けて出ないとの言い伝えもあるが、生産な最後の姿を止めて出没する戦士者の亡霊の話は多く、平家武者の亡霊はその典型であろう。幽霊の多くは、非合の死を遂げたり、この世の事柄に思いを残したまま死んだ者の,の霊で、あるのだから、その望みや思いを真摯に聞いてあり、 執着を解消して安心させてやれば姿を消すという。なお、仏教的見地でこういった状態になった幽霊を成仏したと称するが、日本の幽霊は仏教の伝来以前からいたのであり、そもそもは古神道ないし神道の影響下にあって、成仏ではなく鎮魂されていた。日本の仏式葬儀、仏教葬儀で願い戻し、死後の口寄せ、背が利くようなどを行うのは、 ある意味で、死者が幽霊と化すのを防ぎつつ、成仏しやすいように促す、整えと言える。昔話には、子育て幽霊や、幽霊女房、幽霊松、切られる土地を流す松などの話がある。日本は島国であるためなのか、船幽霊など、海の幽霊の話も多い。その内容とは例えば、幽霊船が現れて、幽霊が、被釈を貸してくれというが、 それを渡すとその被赦で水を汲んで、水船、水没てゆく船にされてしまうといい、幽霊には、被赦の底を抜いてから渡さなければならない、とする。木の国、現、和歌山県に伝わる話では、幽霊船が出たら、構わずぶつかってゆけば消えてしまうとされる。室町時代以降、幽霊は、歌謡や歌舞伎のテーマとしても扱われるようになった。江戸時代後期の国学者、 津村千牧庵が完成7年、1795年に語ったところでは、7月13日に必ず、南波線船の船乗りの幽霊が、相模国、現、神奈川県にある、東明大に参集したという。であった時点では、幽霊と気づかず、実は、すでに亡くなった人物であったと後になって気づくという、話も、古今の別なく様々に語られている。古代においては、 日本初期、有楽天皇九年上、西暦465年の上の記述を、近世においては、地ノ牧マキノ完成7年、1795年に記載されている、亡くなった、小侍の話がある。幽霊は、江戸時代以前から階段という形で伝承され、江戸時代には、階段話などが大流行した。うげつ物語、ボタン道路。 四谷階段などといった名作が作られ、また、講談や落語、創造詩、水墨画、浮世絵などで盛んに描かれた。現在も、題材として、新作から古典の章は、小説、劇などに用いられ、その他の様々な媒体で登場し紹介される。文政八年六月十一日、1825年7月26日に、江戸の芝居小屋、 中村座で東海道四谷海岸が初公演されたことにちなんで七月二十六日は幽霊の日となっている。日本では幽霊は古くは生前の姿で現れることになっていた。火曜などの中でそうされていた。江戸時代頃になると農官人の死人の姿で出現したことにされ、額には三角の白紙の額絵帽子をつけ、白装束をまとっているとされることが多くなった。 右の画像を参照。元禄年間、1688から1704年間に刊行された、おとぎは、なしでは、幽霊は、皆日本足があることになっていた。しかし、教法17年、1732年刊行の、太平百物語では、幽霊の腰から、舌が細く描かれている。教法年間、1716から36年間のうちに、 下半身を朦朧とした姿で描くようになっており、さらに時代を経ると肘を曲げつつ、手先を力なく垂れる姿で描くようになゆく。こうように、江戸時代前期から中期を迎えるまでの間に、今日定型化されている日本の幽霊の造形、ステレオタイプが形成されていったと考えられる。もっとも、大田南保が編纂した、横井やゆの配文集、順位、天命7から8年。 1787から88年、観光に、腰から、下のあるものもないものもあると書かれていることから、伺えるように、江戸時代後期に差し掛かっても、まだ完全には定着しきっていなかったと思われる。また、日本の幽霊は、墓地や川べりの柳の木の下などといった場所に、現れるとすることが多く、牛蜜時、午前2時頃といった、特定の時刻に出現するとも言われている。 古くは、もののけの類は、真夜中ではなく、日暮れ時、大間時、昼と夜の境界によく現れ、場所も町外れの辻、町と荒野の境界など、境界を意味する領域で現れるとされていたが、江戸時代を通じて、現代にまで及ぶステレオタイプが形成されたと思われる。乱れ髪に、天眼、三角頭巾、死傷族の足がない女性という、芝居や、 お化け屋敷などでもおなじみの定型化した姿、いわば日本型の幽霊は演劇や文芸の影響が大きいと言われている。川で書房から出版された渡る世間は間違いだらけ、1995年平成7年間によると、歌舞伎の舞台四谷階段の演出で幽霊の足を隠して登場したものが起源であるとしている。 江戸時代に浮世絵の題材として描かれてから定着したものであるとも言う。番長皿屋敷の影響があるとも言う。慶の天才絵師、丸山王居、1733から1795年の幽霊画の影響もあったとされる。王居の幽霊画は当時から有名であったらしく、多くの絵師に影響を与えたと言われている。左に示した一図の場合は、 パロディ感覚で描かれた作例と言える。ただし、足のない幽霊を最初に描いたのは、丸山王居であるとする説については、俗説あるいは、不正確な説との指摘がある。実際には、王居が生まれる60年前の遠方元年、百6 7 3年に、同じ京都観光された井上張馬城の浄瑠璃本、火山のンコをいさかい、別名、火山のンキ先争いに、 足のない幽霊の挿絵が掲載されており、この時代の少なくとも京都にはすでに幽霊には足がないものという概念があったようである。なお、かかる日本の定型化した幽霊と対比する形で、海外の幽霊は足があるものが多いと解説されることがある。幽霊の中でもボタン道路の楼のように下駄の音を響かせて現れるものもいるが、これは明治時代になって、 中国の怪異端を参考に創作されたものである。近年も死者の霊が登場する都市伝説が多く語られているが、外見上生きている人間特別がつかない幽霊も多く死に装束を着た足のない幽霊が出現することはほとんどない。二十世紀及び二十一世紀の日本の心霊主義者、スピリチュアリストの中には性質別に守護霊、背後霊、自然霊、 動物霊、浮遊霊、自爆霊などといった用語で説明する人がいて、幽霊を特定の場所に現れる自爆霊とそうでない浮遊霊に分けて説明することがある。季語としての幽霊、幽霊。歴史的かな遣い、幽霊は夏の季語である。現代俳句協会が現代俳句祭時期でこの語を再録しているが、他の祭時期で再録しているものは少ないという項。 教会会員が公式ブログで語っている。同じく、現代俳句祭時記は、百物語も夏の季語として採録しているが、これも他の歳時記で採録しているものは少ない。西洋の言語では、英語ではゴーストあるいはファントームファントム、フランス語ではファントームなどという。やはり死者の魂が、現世に未練や遺恨があり、現世に残り、生前の姿で可視化したもの、 と考えているのであり、希望を実現しないまま死んだ人、責任を果たしきれないままに死んだ人などが幽霊になって出ると考えられる。婚約したまま死んでしまった女性は幽霊になって花婿の元を訪れ、出産時に死んでしまった女性の幽霊は乳児のベッドの横に立つ。生前自分が行った行為が両親に咎めて死にきれないものも少女の元に現れるとされる。 殺された人、処刑された人、望みを果たさないまま胸に死んだ人たちの幽霊は、少女が慰め、その願いを代わりに叶えてやることで消え去るもの、ともされている。幽霊の現れる時の姿は、生前の姿のままや、殺された時の姿、あるいは骸骨、首なし、透明な幻、あるいは白い服を着た姿で現れる。また火の玉や、動物の姿でも現れるとされる。 現れる場所としては、墓場、殺された場所、形状、上官の跡、境界道、町の四つ、辻、橋などが多い。現れる時刻は、基本的には、真夜中の0時から1時あたりが多く、この時間帯が幽霊時などと呼ばれるくらいであり、夜明けを告げる鶏が鳴くと姿を消すとされる。ただし、日中に現れるという記述もある。例えば、 高齢術師や霊媒によって呼び出された霊である。特定の場所に現れる。特定の幽霊は迷える魂などではなく、過去の出来事が空間に情報として記録されたものの断片が、何らかの条件によって見えてしまう現象とする説も、ある。ドイツでは11月2日のマンデー説には、幽霊たちが列をなして現れ、フラウフラ、ホレバーさんに引率され、寂しい境界道や、 寺院の供養に参加する。その夜になると墓場に鬼火が見えるのは彼らが来ている印なのだと言われている。村上慶次郎は著書、幽霊の実在とメイド通信にて幽霊が夜現れ、昼間に現れないのは彼らが光線を受けて妖怪するためだという。また、幽霊が赤子や犬など特定の生き物に見えることや幽霊個体が勝手に移動すること、 個体重量が変化すること、個体が不要すること、楽器の断層が行われることを心霊現象として紹介していい。古代ローマでは町の地下に死者の霊が住んでいると信じられ、地下にその住居を作ったり、住居の出入り口を塞ぐ幽霊席を祭りの日にだけ開けて自由に出入りさせるということが行われていた。人々は少女を守る霊の力は借りようとし、 反対に危害を加えるような例については警戒したり、祈祷文によって遠ざけようとした。18世紀後半には幽霊物語が発展し、その草分けとして、ホレス・ウォルポールのオトランタの城、1764? が知られている。その後、ETA、ホフマンやルートビヒティーク、エドガー・アーラン・ポーラの作品が多くの人々に読まれた。これらの作品は、 単なる架空の話として読まれたわけではなく、人々は幽霊が実在しているとみなして読んでいたのである。西洋の心霊主義では、高霊術も行われていた。二十世紀においても、高霊術は都会においても行われている。心霊主義では、ポルターガイスト事件も、個々の事件によりはするが、心霊の仕業だとみなしている例も多々ある。それに対して、超心理学者たちは、 ポルターガイストは若者の偶発的な超能力によるのだと説明していることがある。今日でもイギリスなどでは幽霊が現れる住宅も存在している。ただ日本と異なるのはイギリス人たちは無類の幽霊好きで自分の家に幽霊が出ることを自慢し合う。幽霊ファンのような層がいて幽霊見学ツアーなどが行われている。全国世論調査会社。 ノップが2000年に行った調査では、イギリス人の約42%は幽霊や亡霊の存在を信じており、中でもスコットランドや北イングランドの回答者の3分の2は、実際に幽霊をた、もしくは気配を感じたことがあると回答している。イギリスの歴史的に由緒がある住宅などでは、歴史上の人物が幽霊として現れる建物も知られている。 例えば、イギリスで最も多く幽霊が出る街とも呼ばれるヨークにあるトレジャラーズハウスに出没するローマ軍人の幽霊は最も寿命の長い幽霊としてギネスブックに登録されている。近代の心霊研究はイギリスを中心に発展したが、その理由は一つにはイギリス人の気質が知的な探求心が旺盛なため幽霊が現れるとされればそれを怖がったりせず。 積極的に知的に調べてみがるためとも言われている。幽霊が出没することを英語では、ホーンテッドホーンテッドと言い,い、幽霊が出没する建物は、ホーンテッドマンション、ホーンテッドハウスなどという、日本語では、幽霊屋敷。幽霊を自分の目で見てみたいと思っている、イギリス人も多いので、イギリスでは、幽霊が出るとの評判が高い住宅、物件は、 通常の物件よりもむしろ高価で取引されていることもある。日本では幽霊が出る建物となると悪い噂になるなどと考えて、ひた隠しにしようとしてしまう傾向があるのとは対照的である。幽霊に直接関わるもしくは模したものの生物。実体のないことの例え、幽霊は肉体がないので、人命事件、小説、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。